花束投げた奥野さんについてとかね。いやあれはだから NHK 党の立花さんもなんか格闘技業界の人たちもなんであの人お金持ってんのかわからない、銀座に会員制のクラブはやってるらしいよ。別にそこにメイウェザーが来たかったんだけど断ったらなんかブチ切れられたみたいな。そんなにメイウェザープレイさん的には奥野さんは一緒に写真とか写ったら付き合っていい人なのかどうかみたいな。ちょっとダメそうな、ダメそうな人ですよ。ちょっとダメそうな令和の虎とかやる人たちってさ、何なの、有名になりたいらしいね、うん、そもそも奥野さんもそうだけど、うんうん、青汁とかもそうだけど、うん、エンリケとかもそうだけどさ、お金はあるけど有名じゃない人、有名じゃない人で有名になりたい人ってめちゃくちゃいますよね、うん、俺ほら有名になっちゃったか分かんねえんだよな、その感覚が。あともう一つすごい、ごぼうの塔っていうのすごい聞かれるんですけど、まあ、さっきも来てましたけど、はい、ごぼうの塔は何者なんですか。ごぼうの塔はね、陰謀論のなんか陰謀論、いや、だから一緒ですよ一緒、うん、だから賛成とか言ってることとごぼうの塔が言ってることっていうのは実は一緒です、あそこの令和新選組と言ってるのも一緒です。だからお給料上げようっていうのがあるんですよ、ね、うん、でその給料が上がるわけないじゃないですか、これからのもうどん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 格差広がっていくのに、うん、でそこら辺を言ってるのと、まあ、もちろんだから金持ちなんですか、金持ってると僕も会いましたけど、なんかお金は持ってる、何で金を受けてるんですか。本人はなんかすごい由緒正しい土佐藩のなんかとか言ってましたね、いや分からないですわあんまり、うん、ちょっと普通に怖いですよ、ね、芸能人と仲いいですよ。だから芸能人と仲いいのは分かってるんですよ、もちろん、ね、出てるから、うん、でもその彼のごぼうの塔の政策って選挙前はごぼうのようになんか根を張って誰とも争わないみたいなこと言ってたんですよ、うん、言ってましたよね。お知らないそう言ってた、ごぼうの塔とか全然興味ないから、あそういうこと言ってた。だからどことも争わないっていうことで、うん、厚志くんとかね、六本の厚志くんとか、まあ、ワンオクの坂くんとか、うん、あとはもうボブ・サップとかもあるってきた、ピーターズとかもやってたんですよ、ね、いい船ですね。ただそれは争わないという前提で出たんですよ、はい、うん、で選挙終わってからその代表の奥野さんっていう人が、いや本当のことやると言うと、やりたいことを言うと令和と参政党と被るから言わなかったって言って、うん、であの結構その陰謀論的な、もう陰謀論、まあ、アメリカ憎しですよね、簡単に言うと参政党とごぼうの党は、うん、アメリカが嫌なんですよ。ああなるほど。でどこに戻したいかって言うと江戸時代に戻したいらしい。なるほど。そこを日本に戻したいんですよ。分かりました、うん、だからあそこはアレミ一緒ですよ、ね、ああ願い一緒だという願い一緒だと思いますね。朝倉未来とコラボしてください、興味ないです。何話せばいいんだろう なんで何を聞きたいの、俺と朝倉未来がどうなると思います。格闘家でしょ、何話すの俺が朝倉未来と。だ君らさ、いやもうだから朝倉未来と俺が何を喋るかって想像してコラボしてくださいって言ってんの、何をやりたいんだろうね。朝倉未来じゃないんだ、あ、みくるか、朝倉みくるって言う、全然知らないわ。だ知らないんだもん、そんな俺に怒られても知らんわ。みくるね、だってわかんないでしょそんな。あとさ、俺やっとこのこいつの名前覚えたんだけど、朝倉みくるとコラボしてくださいとかっていうのさ、なんなん、なんか格闘技の選手と俺なんか話すことあると思う。だって俺そんな格闘技興味ないよ。何をこの人と話す、俺がなんかどういう話をできると思ってるのかな。今日のライジン行かないんですか。行かないです。なぜ朝倉未来とコラボしないんですか。なぜしなきゃいけないんですか。全然俺興味ねえんだもん。グラドル良くてボクサーダメなの。それだって興味ないじゃん。ボクサーと俺コラボしてもいいこと別にないもん。メリットゼロ。特にその格闘技のこと全然詳しくないから、なんか誰が強いとかどうのこうのとか、あの試合良かったですねとか言えないし、だから面白くないですよ。グラビアアイドルは普通に可愛いじゃないですか。全然見てて楽しいじゃないですか。ダメですかね、それじゃあ。